これから痩せようっていう方のためのダイエット基礎講座、今日は2話目。とりあえずこれだけやってれば痩せるよっていう5選、このお話をしたいと思います。皆さんこんにちは、ダイエットトレーナーのレイジです。今日の話はこちら、とりあえずこれやっとけば痩せるよっていう5選、この話をしていきたいと思います。皆さんはダイエットしようっていうと、こちら痩せること、痩せる作業を始めるんですね。まず代表的なのが筋トレやジョギング始めたり、サプリメント飲んだり、ファスティング、置き換えダイエット、カロリー制限、これやりがちですよね。でもね、ダイエットってね、痩せる作業をやること、つまり今言ったようなことをやることではないんです。そう、実はね、太る作業をやめることなんです。皆さんが太ってしまう原因っていうのは、今日お話しする5つなんですけれども、これをやめるだけで実は痩せるんです。これを知らないで皆さんはこの痩せる作業ばっかりやってるんですけども、本当は簡単に痩せるためにはこの太ること、これをやめることなんです。ではこの5つお話ししていきましょう。まず1つ目、皆さんはお腹減ってないのに食べる、これやるとねめっちゃ太るんですよ。2つ目、夕飯が一番多いだったりしませんか。3つ目、お酒プラス高カロリーのおつまみ食べてませんか。4つ目、満腹まで食べていませんか。もう学生ではないのに、成長期終わってるのにこんなことやったら太りますよ。そして5つ目、1日1000歩も歩かない、デスクワークばっかりやってて、テレワークで全く外に出ないと、こんな感じで1000歩も歩かないってなってしまうんですよね。人間の太る原因って大体この5つに集約されるんですけれども、ダイエットするときってこの太る力を無視して、この痩せることばっかりやっても実は意味ないんですよ。なぜかっていうと、この太る力っていうのは戦闘力で表すと、それぞれ1万ぐらいの戦闘力があるんですね。一方でこういった痩せる力、筋トレやら置き換えダイエットやらカロリー制限、こういうのってね、戦闘力ってめちゃくちゃ低いんですよ。数字で表すと、そうだな、50ぐらいかな。サプリメントに至ってはもう効果ないです。サプリメント飲んだだけでは痩せませんからね。またこのファスティングや置き換えやカロリー制限などっていうのは、戦闘力はそう、そこそこ高いんですよ。お、じゃあいいじゃんって思ったあなた、残念、これね、戦闘力はそこそこいいんですが、継続力が低いんですよ。そりゃそうですよね。ファスティングや置き換えダイエットとかカロリー制限、皆さんずっと継続できなかったからこの動画見てるんでしょ。はい、そうなんですね。なのでこの太る力、これらを無視して痩せる作業をやっていくっていうことは、どういうことかっていうと、戦力不足で勝ち目がないんです。そう、本来この太る力をやっつけていく、やめていかなきゃいけないのに、これを無視して臭いものには蓋をして、一生懸命何か痩せることを付け加えて痩せようとしているんですけれども、今言ったでしょ、戦力不足で勝ち目ないんです。そう、だからこそ痩せる作業を増やすことではなく、ダイエットっていうのは太る作業、こいつらを一個一個やめていくことなんですね。一個一個がめちゃくちゃ太る原因になっているので、これを一個やめるだけでも比較優位で皆さんは痩せていくんですよ。で、今日のお話で大事なポイントはこちら。実はなんと隠しコマンドがあって、あることをするとさらに痩せる方法があるんです。それは何かって言ったら、もう簡単、この太る作業、太る力っていうのを全てやめていくんですよ。そうすると、じゃん、そう、つまり一個一個やめていく、この作業が隠しコマンドなんですけども、これ全部成立するとあることが起きます。そう、これが皆さんご存知のオートファジーが体の中で起こり始めるんです。皆さん、オートファジーってご存知ですか。そう、脂肪からエネルギーを使い始めることなんですね。詳しい話は私のメールマガジンでお話ししてますんで、ぜひメールマガ登録して読んでみてください。そうなんです、この太る作業を全部やめることによって、オートファジーが始まり、皆さん一気に痩せ始めるんです。もちろん一個一個やめるだけでも痩せる効果はあるんですよ。今まで皆さんは痩せることとは、ダイエットとは、この痩せる作業を増やすことって思っていたあなた、考えを改めてください。
本当はこの太る作業の方が一個一個めちゃくちゃ破壊力が高いので、これらを一個一個やめていく作業なんです。どれか一個やめるだけでも痩せますし、これを全部やめることによって隠しコマンドが入り、あなたの体の脂肪を燃焼する性作用であるオートファジーがスタートするんです。本日のまとめ、ダイエットってね、足し算じゃないんです。痩せる作業を増やすことじゃないんです。引き算、そう、太ることをやめること、太る力を打ち消していくことなんです。そしてこれを全部やめることによって隠しコマンドが入力されてオートファジーがスタートするんです。ぜひ皆さん、あなたが思いつく太る作業を一個一個今日から改善してみてください。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。今日出たこのオートファジーの話や、この太る力、これを上手に削減する、上手にやめる方法などは私の無料のメールマガジンで紹介しております。この動画の下の概要欄にその無料のメールマガの登録の URL を貼っておきました。無料なのでぜひ登録して読んでみてください。このメールマガを読んだだけで10キロ以上痩せたって方が結構いらっしゃるんですよ。では本日もご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。